はいどうもこんにちは、カンタです。今日はタイムスリップ第1弾当たり選手ランキングやっていきたいと思います。その後に10連プレゼントスカートも引いていくので最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずランキングはリーグ目線でランキングをつけています。リアタイでの強さが知りたいっていう方もねいると思うので、最初に軽く触れておくと、投手は能見さんが戦力が足りてない方はかろうじて使えるかなってくらいで、外駒さんみたいな圧倒的に強い投手は今回は登場していません。野手は福留さんが圧倒的に使いやすいと思います。ただリアタイにおいて野手の強さは自分が打ちやすいかどうかが一番だと思います。まあ福留さんの場合は守備力がかなり高いので、まあ、使いやすいといった感じですね。ということで早速ランキングの方をやっていきたいと思います。第12位は大松選手です。ミート66の C、パワー78の B、走力60の C、弾道高弾道と、まあ、12位という順位の位置づけはしましたが、称号次第でパワー A 可能となっています。結構ね強いと思いますが、まあ、パワー型の選手はね結構もうシリーズ1でも結構出ているので、ミート型の選手の方が需要あるかなと思って12位という位置づけにしました。第11位は北川選手です。ミート78の B、 パワー75の B、 走力59の D、 弾道高弾道と称号次第でミート A またはミートパワー同値が可能となっていて、称号をつけられる方は結構強い選手になってくるんじゃないかと思います。で守備の方を見ていくと、キャッチャーが守れるので使い勝手としてもかなりいいと思います。第10位は楽天島選手です。ミート78の B、 パワー59の D、 走力69の C、 弾道低弾道ということで、ミート型のキャッチャーというだけでねある程度欲しいっていう方はね一定数いるんじゃないかと思います。さらに称号次第でミート A 可能となっていて、この島選手は最近まで A ランクがね結構排出されていたので、限界突破しやすい人も結構多いんじゃないかと思うので、まあ、かなりね需要がある方には需要があるんじゃないかと思います。第9位は山口哲也選手です。球威81の A、 制球83の A、 スタミナ61の C ということで、まあ、能力的には申し分ないんですけど、まあ、制球型ということで少し順位を落としました。でまあ称号次第で球威制球同値になるので、できる方はとても強いと思います。で球種の方を見ていっても最低限の5球種あるので普通に使えて、で中継ぎと抑えも可能になっています。第8位は広島栗原選手です。ミート82の A、 パワー76の B、 走力64の C、 弾道パワーヒッターということで、まあ、称号次第でねパワー A 可能とかミートパワー同時可能とかそういうのはないんですけど、まあ、デフォルトの能力でミート A 乗っててミート型ということで、それだけ需要があるんじゃないかと思います。第7位はヤクルト川端選手です。ミート83の A、 パワー68の C、 走力74の B、 弾道中弾道ということで、まあ、同じねミート A のミート型の栗原選手より順位が上の理由は、まあ、2019シリーズ1まで川端選手も A ランクが出ていて、まあ、限界突破しやすいっていう点がねやっぱり大きいと思います。でまあ普通にね能力としてもミート A 乗っててミート型というだけである程度需要はあると思います。第6位は三浦大輔投手です。球威73の B、 制球81の A、 スタミナ81の A ということで、デフォルトで制球スタミナ A 乗ってて制球スタミナ同値っていうのはやっぱり大きいと思います。まあ制球型だとねちょっと扱いづらいんですけど、スタミナ型としてもカウントできるので、この点がね結構大きいと思います。で球種の方を見ていっても最低限、まあ最低限というか普通にね6球種あるので、かなりね使いやすい部類に入ってくるんじゃないかと思います。第5位は阪神能見選手です。球威77の B、 制球78の B、 スタミナ79の B ということで、称号次第で全同値可能または球威 A、 スタミナ A が可能になってきたりします。でもなんでね能見選手この順位かというと、能見選手やたらとね A ランクが廃止されていたと思うので、この肝心のね称号まで持ってくる方がかなりね多いんじゃないかと思います。で球種の方を見ていっても現役と違って6球種あるので普通にね強いと思いますし、中継ぎも F ですが一応可能となっているので、使い勝手の面でもかなりいいんじゃないかと思います。第4位はソフトバンク杉内選手です。球威83の A、 制球76の B、 スタミナ80の A ということで、称号次第では球威スタミナどっちも一応可能となっています。でやっぱ強さの点としては、球威型でさらに球威とスタミナ A 乗ってるっていう点がねコンボに絡んでくれるので結構ね強いと思います。で球種の方を見ていっても5球種あってね結構強いと思います。第3位は日本ハム岡沢選手です。ミート86の A、 パワー80の A、 走力66の C、 弾道パワーヒッターということで、やっぱねミートパワー A 以上のさらにミート型っていう点がねかなり強いと思います。でこのね86っていう高い数値はねかなり魅力的になってくるんじゃないかと思います。で守備の方を見ていってもサードだけではなくファーストも一応ね適正 C で守れるので、結構ね使い勝手の面としてもかなり良くなってくるんじゃないかと思います。
第2位は中日福留選手です。ミート84の A、 パワー80の A、 走力73の B、 弾道高弾道ということで、まあ、プロスピの、ね、外野手の中で、まあ、最強になってくるんじゃないかと思います。で、文句のつきようのない能力で、まあ、ミート A、 パワー A 以上でミート型という点がかなり、ね、デフォルトで使いやすいですし、さらに総合次第ではミートパワー同値も可能になってくるので、まあ、文句の、ね、つきようのない選手になってくると思います。そして福留選手といえば、なんといってもこの守備力の高さが魅力だと思います。ライトの守備適性81の A、 レフトとセンターも一応72の B で守れます。で、裏捨ての高さがね、異常に高くて、捕球81の A、 スローイングはなんと95の S、 肩は78の B ということで、他の外野手とね、比べてみても頭一つ抜けてるんじゃないかと思います。第1位は西武松坂選手です。球威84の A、 制球70の B、 スタミナ84の A ということで、球威スタミナ同値の選手がなかなか出ない中、デフォルトで球威スタミナ同値で、さらに球威とスタミナが A に乗ってるということで、リーグ面で見れば最強投手になってくるんじゃないかと思います。で、球種面の方を見ていっても、高速スライダー S っていうのがね、やっぱ魅力的だと思いますし、球種の数も6球種とかなりね、使える部類に入ってくると思うので、最強投手になってくるんじゃないかと思います。強さランキングは以上になります。最後に累計で当たったら限界突破コーチを使っていい選手としては、各個人のチーム状況によりますが、福留さん、松坂さん、小笠原さん、この3人は個人的には使っていいんじゃないかなと思います。ということで、続いてプレゼントスカウトの方を引いていきたいと思います。はい、ということで早速引いていきたいと思います。狙いの選手としては、今の自分のチーム状況的にミート型の選手か、スタミナ型の選手、もしくはリアタイで使えるピッチャーです。いきます。さあ、演出が未だによく分かってない。全然ガチャ引かないんでね。さあ、長押し、これどう？お、もう一なんか行けばいいんだよね。あれ、お、いいじゃん。まあそうだ、 S 確定だった、忘れてた。さあさあさあ、まあ、そんな茶番は置いといて、さあ、いい選手当てたいですね。さあ、これ2枚以上確定の演出結局あったんだ。まあいいや。さあ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 、2枚以上当たんない感じですかね。さあ、誰が来る？10人目お願いします。お、ブセニッツ投手は、え、待って、これは、あ、球威型で、あ、そうだ、リアタイ使えなくなっちゃったんですよね。あー、まあ球威型も足りてるんで入らないかな。一応幻突はできるんですけど。はい、ということで続いては S ラン契約書含むゴル付き4枚と S ラン契約書の合計5連で引いていきたいと思います。あ、ちょっとこれ受け取ります。で、まあ、大会の結果はご覧のようになりました。はい、ということで結果はベスト100を逃すという最悪の結果になりました。いや、盛大にやらかしましたね今回。もうかなりね、反省したいと思います。で、まあ、そのベスト100入れなかったのは自分が論外なんで置いといて、まあね、この大会で結構感じる部分があったんで、まあ、昨日もね、話したんですけど、やっぱね、今の自分のプレースタイルだと、やっぱ上位勢食い込んでくるってなると、やっぱね、今大会の上位勢ってほとんどね、 iPad でやってるんですよ。でも、まあ、iPhone の人でもちらほらね、あの上の方の順位に食い込んでる人はいるんですけど、それでもやっぱ iPad の人がほとんどね、順位占めてるんで、ちょっと今のね、自分のプレースタイル、まあ、感度ゼロで真ん中待ちで、で、まあ、カーソルをなんか打つ前にぐるぐる上手い人結構してる人が多いんですけど、まあ、自分はね、まあ、投手が投げてから、まあ、指をね、画面につけるみたいな感じで、結構ね、自分のプレースタイルがね、ちょっとずれてるんじゃないかなって最近思い始めて、で、やっぱね、何か変えないといけないなって最近思い始めました。まあ、今回の大会でもね、ちょっと限界を感じたというか、やっぱ iPad の人にかなうプレースタイルをね、これから変えていかないといけないなっていうのをね、感じたところです。なのでね、まあ、今ね、ちょっと100均のね、あの iPhone でタッチペンでちょっとやろうかなってやって買ってきてやったんですけど、まあ、これはちょっと滑りが悪いので、まあ、却下なんですけど、ちょっとね、 iPhone でタッチペンでやるっていうのもね、これからちょっと取り入れていこうかなって思ってるところです。まあ、大会の反省はそこら辺にして、まあ、契約書開封の方を一気にね、やっていきたいと思います。はい、ということで引いていきたいと思います。さあさあさあ、まあ、100位漏れたね、選んで、そんなね、いい報酬は期待できないですけど、まあ、しっかりね、マジでやっていかないといけないですね。お、さあ、誰が来る？お、一人目か。おー、秋吉選手。秋吉選手は、まあ、A は持ってるけど球威型だよな、多分。さあさあさあ、あと1枚出ないかな。お、パットン選手いいですね。はい、ということで S ランク役所から出たのかな。
まあ、球威型なんで、まあ、自分のオーダーには入らないかもしれないです。おお、でも高速スライダーとスライダーあるんですね。まあ、使ってみる価値あると思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。